予定はお早めに2021年1月の開運スポット情報。はい、開運スポット情報ということで、はい、まあ、その月その月によってですね、うん、あのここへ行くと運が上がるぞというその開運スポットという場所があると、はい、でまあ、月ごとに違うんですけれども、あのその月になってから発表してもね、もう予定組んじゃったよという場合がありますので、前の月のうちに来月の分を発表しておくというコーナーでございます、はい。さてそれでなんですが、ただね、世の中が今こういうご時世なので、あんまり積極的に外に出ることをお勧めできない状況になっちゃってるわけなんですよね。ですから、まあ、あくまでも、ここはですね、自己責任というか常識的判断でということになります。さてそれで占い的にはですね、出てきました象徴がですね、お堀がついたお城っていうのがキーワードになってるんですね。なるほど、お堀がついたお城、はい、まあ普通にこうお城がだけあって、周りにこう水をたたえたお堀のないお城っていうのもあると思いますけれども、今回の開運条件はちゃんとお堀付きというのがポイントになってる。なるほど、堀と城でワンセットということになっております。例えばそうですね、そのお城っていうとええって思うかもしれませんが、東京都内だったりしたらね、もうちょうど千代田区ど真ん中に皇居があるわけで、あれもまあ言ってみれば江戸城跡ですから、そして周りにあれだけこう立派なお堀がありますので、まあ皇居ね、参拝じゃないか参賀かしてもいいでしょうし、あと各地方にいわゆる名城と言われるような立派なお城がいっぱいありって、大体お堀ついてること多いと思いますので、そういうところに行っていただくと、これが、まあ、正月らしいおめでたい開運スポットということになるわけで、ただ、まあ、最初に言いましたように、あくまでもちょっと今ご時世がご時世ですので、確かにそんなに大きく移動しろとかね、ぜひ行けとかとなかなか言いづらいものがありますので、まあ、行くとすればぐらいに考えておいていただきたいと思います。はい、奥村さん歴史好きですよね。好きです。はい、ですよね。だからお城の話とかって結構なんか食いつきがあるのかなと思ったんですけど、なんかうんちくありますか？お城のうんちく。いきなり無茶ぶりしてます。思い出と言いますか、やっぱその僕関西奈良なので。奈良ですか。はい、やっぱあの大阪城が僕すごく好きでしてですね。秀吉。秀吉、あの大阪やっぱそのイメージ、きらびやかなイメージで、だからその珍しいと思うんですけど、大阪に遊びに行くって普通奈良の人間は、難波であったりとか梅田とか、そういう繁華街に行くんですけど、僕一人だけ大阪城に行って、中入るお金もないんでぐるっと回って帰ってくるっていうのですね。中学ぐらいからしてまして、なんか寂しいですね。あと実家で今でも大事にしてるのが、あのレプリカの小判が売ってるんですけども、それをいまだに、確かあの天正大判みたいなやつですか、はい、もうザお土産というですね、なかなかみんな買わないやつを、すごい、大阪城大好きっ子ってやつです。大阪城大好きっ子だから、そうですね、もし実家帰ることあったらそのついでに寄れればななんて今のお話聞いて思いましたけど、ぜひぜひお正月もしね機会があれば、はい、大阪城にもお堀ってあります？あるはず、はい、あります、あります。で、はい、ぜひあの開運スポットに当たりますので、はい、よろしければぜひぜひ、はい、皆さんも小判お買い求めくださいませ。ということでございます。はい、ありがとうございました。はい、また明日も。